はですね、トコマジャパンコミュニケーションズ水木はるかさんをお迎えしてお話を伺っています。さあそれでね、まあ、いろんなお話、多方面にご活躍なのね。テレビで出たり、新聞も取り上げていただいたりという、なかなかの13年やってるからってなかなかこういうチャンスに恵まれないんですよ。そうですね、本当にいろんな方にご支援いただきまして本当にありがたいと思っています。感謝しながら、はい、感謝しながらもう本当に感謝の文字がこう頭の中にあの人にもこの人にもって感じでしょ。そうですね、こんなに起こしていただいてありがたいんですよね、はい、でもね、あの物事ってね、あのやっぱりこうやり取りだから、やっぱり水木はるかさんがあまりそういうことがお分かりにならないような人間性だとなかなか応援していただけないんですよ、うん、だからやっぱりあなたの人柄なんだなって思います。そう、あの頑張ってくださいね。あのそれで、この楽曲ですが、愛じゃなくてもというね、これどんな内容なんですか。あなたは私を本気じゃなくても、私はあなたのことは本当に好きよというのをすごく悲しい歌なんですね。時々ね、愛じゃなくて何が欲しいのっておっしゃる方いらっしゃるんです。そうではないんです。あなたが愛じゃなくても私は本当に愛してるよという、そういう歌でございます。あ、取りようね、日本語難しいからね。愛じゃなくても、まあ愛じゃなくて一個欲しいものあれしかないけどね。そうですね、まあ、それはっきり言うと品が悪いからね。私も言いません、本当はあれです。一応言ってるね。まあ歌なんですね。そうそうそう、歌の世界はやっぱりね。ジャンルとしては演歌じゃないですね。はい、はい、バラードなんですよね、うん、はい、そういう方がお好き。そうですね、はい、あんまり拳ゴロゴロはダメなんで、はい、大体まあこんな顔してますんで。時々ですね、あのハーフなんですかとか、もろにですね、日本語わかるのって言われたことがありまして、ちょっとびっくりしたんですけれども。ハーフですかって言われるの。そうですよね、ね、まあ、白人じゃない、ね、そうですよね。なんかみんな周りが笑ってるけどね。いやいや、まあ、あっちの方だけどね、日本に近い方。まあ、あんまり国の場合はどうでもいいけど。あ、そうですか。あのね、お顔の感じ出たのでね、ちょっと言わせていただいて、他からも何か言われていらっしゃるようです。そうなんです、今話題の、はい、そうです、東京都知事、はい、小池百合子先生、小池百合子先生にね、似てるんじゃないかなって言われましてですね、うん、実はですね、これが昨年の12月23日の、うん、スポーツ報知さんなんですね、うん、一番上がですね、うん、あのスマップさん、ね、はい、残念ながら NHK に出ませんってことなんですけど、はい、これざーっと舐めていただきまして、うん、一番下にですね、うん、水木遥小池都知事に出るということで評判ですよというのね、うん、報道していただいたんですね、うん、でこれがですね、朝早い番組、日本テレビさん、TBS さん、フジテレビさんでですね、こうずっと舐めていただきまして、あらあら、水木遥かって、ね、そう、新聞紹介するコーナーあるから ね、はい、そこで、あー、ほんと話題になったね、じゃあね、はい、何でもいい、話題にやっぱりなるっていうことがね、一つの PR ですもんね。あ、そう、小池百合子先生、先生もね、話題だね、頑張っていただきまして、はい、頑張ってくださいよ。私も東京都民、都民ね、あなたも都民、はい、そうですか、都民ファーストの会ですごいけれども、はいはい、あ、でも有名人に似てるっていうのはいいことだったね、はい、水木はるか、ファンファーストでございますので、あ、はい、ファンファースト、はい、やっぱり13年言うと言うことは違う、はい、そうですか。そしたら小池百合子さんにも似ていながら、政治の世界もまあ少しは興味ありますよね。東京都のことだから ね、 そうですね、まあ、どんなになるか混沌としてますが、いろんな問題、それでオリンピックのこともあるから。そうですよね、パラリンピックとオリンピック大変です、今度は東京都もね、そうですか。じゃあ、まあ、とにかく話題を持ちながらのこの愛じゃなくてもというね、この楽曲が今どうですか。おかげさまでいろんなところで歌っていただけるようになりましてね、うん、で、はい、通信カラオケも配信、はい、全部の通信から配信、はい、入っております。そうですか、はい、そしてじゃあちょっと低めに入れてあるから、ちょっと高く上げてもいいよっていうことですね。だそうでございます、はい、そして麻布十番は、はい、ご本人様が作詞をされてそうです。これはどういう楽曲ですか。これもですね、麻布十番で、うん、あの巡り合った人が、うん、あ、まあ、消えていってしまって、うん、ね、今私は一人だけど、あなたに会いたいわと、そういう歌なんですね。あ、そう、はい、お見かけするとか、あら、とっても明るくしてたんでしょ。そうですね、はい、このキラキラ光ってるのと一緒にでしょ。でも歌う歌は悲しい切ない女の心を歌ってる。そうですね、大体歌っていうのはもう 90% お別れの歌ですよね。 あんまりお手手つないでハイキングって歌ないもんですからね。今度は夫婦の歌はいかがですか。夫婦の幸せ、あなたと私の愛の絆を歌って、そうですね、このキャラクターが生きるかもしれない。でもまたあなたの明るさが
切ない女を歌ったらまた素敵なのかなその辺を狙っておりますのでよろしくお願いいたします。そうですか。じゃあご自分の体験は実はですね、この麻布十番、この業界に入る前にですね、一時期そっちの方でちょっとお仕事してたことがあったんですよ、ですので麻布十番にはそれなりに思い出があるもんですから、ちょっとそれは入っております。ああそうなんだ。やっぱりじゃあ、ご自分で書を、ね、書かれてるから、その中もちょっとこうそうですね、まあ、地理感はあったもんですから、はい。そうですか。歌手で習えてどうですか。周りご家族とか例えば、ね、お知り合いとかご友人とかはどんなふうにおっしゃってますか。どっちかというと私信じていただけないかもしれませんけど、地味だったんですよ、そういうだったもんですから、大体周りの方はって驚くばかりだったんですけれども、この頃は皆さん応援していてくださっておりますけれども、お洋服も本当はですね、前はこんな派手なものを着れないわっていう形だったんですけど、この頃これじゃ地味だろうという感じでですね、できるだけ派手なものを選ぶようになりましたんですけれどもね。やっぱり歌っていうのはね、歌い手さんっていうのは歌も楽曲もそうなのもちろんね、だけどやっぱりお衣装とか装飾品とかっていうことで、一つの形にできるから、その考え方は間違いではないと思いますね。私 の, あの歌の先生の島礼二先生がですね、夢を売る商売なんだからそうですという言ってくださいましてね、世間で何が言われても別にその何ですか、皆さんが何をしてくれるわけじゃない、自分がやっぱり開拓していかなくちゃいけないんだからということだと思う。だから今ね、これで2曲で頑張って新曲を今年で頑張っていらっしゃいますが、このスタンスっていうのは多分デビューされたこの曲を岬に一人からずっとそういう風にして、だん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 自分がプロ歌手になってきたことで育ったと思うんですね。でご支援いただく皆さんもすごく支えてきてよかったなと思われると思います。そういうことでですね、今日はね、水木遥香さんをお招きして、もう素晴らしい、ラッキーガールと申し上げてもいいのかもしれませんが、いろんな話題を提供してくださって、この道一筋に頑張っていらっしゃいますから、これからもね、日本全国をお歩きになっているようですから、またいろんなところでいろんな、事故があったり災害があったりしてますので、どうぞ元気をパワーを送ってください。そうですね、はい、生まれ故郷の場合、岩手県なんで、ぜひぜひですね、復興にお役に立てるような歌手になりたいと思ってますので、ですね、どうぞ地元の皆さんも、そして、今お住まいの葛飾の方でいらっしゃいますが、そこを中心に頑張ってまいりますので、水木遥香に温かい拍手を送っていただければと思います。じゃあ頑張ってください。はい、今日はどうもありがとうございました。むさぼり上がって分かち合う涙をこの手で拭わせて幸せになる、そのためにこの世に生まれ巡り合う。生きてみたい、すべて脱ぎ捨て、もっともっとさらけ出し、利き腕で抱く愛じゃなくても、愛じゃなくても背中。